どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今日もまた、ベトナムホーチミンのモジャ君とこう、つながっておりましてですね。なんと、できたっていう話が上がってるんですけど、何ができたんでしょうか？ガズさんの、オリジナルモデルですね。わあ、すげえ。はい。なんわかりますか、か？すごい独特の凄みがあるね。かっこいい。はい。こんなつや感じにじゃん。仕上がってます。これ拭くときに相当、引くときに拭いとかないと指紋ベタベタになっちゃうタイプですね、それ。そうなんです。指紋がね、ちょっとね、こっち拭き取るの大変で、こっちなるも。ほど。はなるい。ほどね。またその7フレットだから、なんかそのさ、ブラウンサンバーストの黒いところと混ざって不思議な感じになってるね。不思議ですね、この辺なんかね。すげえいいじゃん。ロゼッタっつうんだっけ、そのサウンドホールの周りの黒い千鳥。それも普通そこなんかやるんだったら白っぽいイメージだけど、あえての黒がなんか混ざってて面そうです白いね。ね。で、どうなの？ちょっともじゃくんの弾いた感じだと。聞いた感じ、音はですね、思いのほか、なります。なる！よっしゃ。なります、なります。はい。鳴らしてください。これ、でも、いくらウクレレ職人さんでも、本当はね、弦張り終わって鳴らしてみるまではやっぱ分かんないんだもんね。分かんわない。かんないですね、そればっかりは。で、思いのほか、ちょっとなりすぎちゃって、チューニングがちょっと合ってないんですよ。でもなんか重く感じ分かるよ、それで。もうちょっとさ、ほら、見えるようにしてよ、もうちょっと。そう。あ、いいね、いいね。あ、カッコイイホールみたいだ、本当に。良さそう。それはもうなんとなくやばいね、それは。やばいですね。そうなんです。個体として、とてもなる個体に仕上がってますんで、逆にこのモデルを出す時のプレッシャーがちょっと甘い 感じでや、す。それはもうチャレンジで。これはさ、もうぜひとも、ちょっと、今すぐにってわけじゃないけど、ちょっと僕、まず、弾いてみてね。ガズレレ YouTube で、ちょっと、なんか、それでレッスン動画撮ってみて。まあ、その動向によっては、ちょっとそれ、本当にマジで、商品化していいなって思う。かっこいいよ。なんか、そう。素晴らしい。で、なんと、その聞いた話なんです。今日は、3月の26日なんですけど、そうもう、ですよ今ね。日発送するんですよね。で、今日発送する分っていうのが、セミオーダーの、一塊を発セ送ミすオーるんダー、です。はい。G ラボでオーダーしてくださった方の分の発送の日そうです。に、はい。ギリギリで、ガズまあ、の、シグそネうチでャーす。モデル間に合ったということ間で、に合ったということで、よ一かっ緒た。に、嬉しい。もうすぐこの後、まあ、これからラベルを貼って掃除して、発送と。大体さ、そうだ、これも皆さんもしかして知りたいことかもしれないけど、そのベトナム発送してから、今のその、なんていうの、流通状況だと、どんぐらいで、来るのかな？今ですと1週間、早くて1週間ぐらいですね。早くて1週間。前だと、通常の時は、まあ、3日、4日あれば届いてたんで、やっぱ若干遅れてるんですけど、やっぱりね、そうっちょっすとよね。他を経由して行くみたいな話を聞いてね、今ちょって。とスエズ運河でね、なんかちょっとトラブルがあるみたいで、ちょっと心配なんだよね。なんかいろいろ物流がちょっと。でも、よかったよかった。じゃあ、多分だけど、ちょっとこの動画も編集してからアップロードするから、皆さん、これ動画上げる頃にはもしかして僕のところにも届いてるかもしれない。とにかく、よかもかっしたです。れなこのプロジェクトもなんいかあっという間に形になったような感じで、でもまた次のモデルもまそうだ、です。開発次の中モデですルよもね。まだ進めてる途中なんで。同じスタイルで、今度コンサートサイズになって、ボディが薄いタイプの薄レレでガズシグネチャーモデルで、色はそうですそっちね。は？
そっちは一番最初の予定の通りにレモンドロッレモンプドロップが、まあで、まあ、いいかな。いいかなっていう。OK です。いや、よかったはでい。す。ちょっと俺もそれ見て、かなりちょっとテンション上がってる。そんなキラキラのウクレレ俺持ったことないわ。高級感がすごいですよ、これ、いい本当ね。に。だけどさ、なんかギラギラした感じもなくてさ、なんかレスポールスタンダードのなんかほんと渋い感じのムードがそのまま残ってるな。素晴らしい。工夫がいいですね。その白い縁取りがね、これバインディングって言うんですけど、それがすごい目立つよね。出 しますね、いいですかっちょね。いい。早くちょっと弾いてみたい。音も聞きたい。もうちょっと1週間、そうですね、もうちょっとかかります、ね、ありがとうござい1週間ちょっます。あんまとりすっごいさ、慣れがよすぎるとさ、住宅事情ではもううるさくて、うるさいっていう人もいるだろうからね。またね、そういうのもね。いやいや、そういう方もいらっしゃったでしょ、かつて。もうなんか安いウクレレで、隣に響かないようにって方もいたんですけど、まあ楽器としてはね、本当はもうバンバン鳴った方がいいと思うんで、本当楽しみそうにでしすてます。ね。はい。はい。まあまあ、本当に昨日、一昨日ぐらいで、そのモジャさんとはじめ、ベトナムスタッフの方も、そのセミオーダーの出荷のもう最終調整とチェックで終われてたそうと思うんででね。まあ、もう送った後は、ちょっと今日はちょっと休んで、また日々のね、制作に戻ってください。ありがとうございました。はい。楽しみに待ってますね。はい。ありがとうございました。引き続きまたちょこちょこ、こんな感じでやり取りしていきましょう。はい。じゃあ、皆さん、また会いましょう。もじゃくんも健康に気をつけて、スタッフの皆さんにもよろしくお願いします。やっ今度、工場ツてアーもね、ぜひお願いそうですね。わかりします。はい。ました。それじゃあ、ありがとうございます。楽しみ。バイバーイ。ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレとセミオーダー。はい。それぞれ予約注文販売の再開と、販売が再開されています。ガズの初めてウクレレの方はもう即発送できますんで、ご興味ある方、ここにリンク貼っておきますね。概要欄のところにも貼っておきますけど、ぜひぜひチェックしておいてください。先ほどもちょっとご案内したんですけど、この幻冬舎大学かけるガズレレの、このオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだね、やってますんで、皆さん、これぜひチェックしておいてください。概要欄の方にもね、リンク貼っておきます。そしてですね、はい、これ、このリッドミュージックから出てるこのガズの、赤、青、黄色みたいな、信号機みたいなこの本の、この緑のバージョン、これがですね、実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって4月14日に発売になります。なんですけど、これ現在、Amazon とか楽天のその辺の、オンライン書店をはじめ、いろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄などに貼っておくんで、ちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズレの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって、楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学は本当ちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。